三遊亭松園優は落語家の名跡。三遊波城門高崎線松園優は明治時代の初代から四代を数えたが、二代目を除く三名が、くしくも全員若くして旅先で救世しているという共通点がある。そのこともあってか、1980年に四代目が救世したのを最後に、この名跡は使われることもないまま秋名石になっている。なお初代、 三遊亭どか優の息子が声優と名乗って落語家として活動しており、一時期小園優を名乗っていたが、儀芸未熟のため取り上げられたという説がある。初代三遊亭小園優明治35年8月29日は東京出身の落語家。本名は鳥羽長介。通称鳥羽町の小園優。実家は東京芝の鳥町という料理屋。 幼少期から芸事に熱中し1884年14歳で初代三遊亭窓化 U に入門。最初は幽霊といい少年落語家として評判を得た。1895年3月に25歳で新内となり小園優と改名。得意ネタは死傷仕込みの成田小僧であった。その人気は絶大なものであり、園優の後継者と目されていたが、 1902年に、巡業先の尾道の旅館で溶接。32歳を打つ。死傷園友はあまりにも早すぎる死を惜しんだ。年上の弟,弟で死であった、三遊亭左園友は、昭園友の休止を聞いて、閉めた、と手を叩いて喜んだという噂が流れた。真偽は不明だが、それだけ昭園友の人気、実力が凄まじいものであったということであろう。 三代目三遊亭小園遊から1926年2月16日は、群馬県高崎市出身の落語家。本名は、斉藤文太郎。二代目新喜老流玉の一人息子。1915年、6年頃に二代目、三遊亭窓か言う門下で、遠平から1921年に小園遊に、改名し、牧会に、所属 北海道巡業中の函館で、長地伏に罹患し旧世。没年齢は30とも31とも言われる。四代目三遊亭賞園遊8月3日から1980年10月5日は、群馬県前橋市出身で東京育ちの落語家。本名は、関根久夫。生前は、落語芸術協会所属。血液型は、A 型。出林は、ニ上がりカッ 商店の大喜利コーナーのレギュラー回答者を務め、キザなキャラクターで人気を博す。一方で講座では、ヘッツイナガや、浮世ゆか、蛇含む草などの古典落語を得意とした。過度の飲酒による病のため、43歳で亡くなっている。落語家として1955年、東京都立文京高等学校を中退し、四代目、三遊亭窓か優に入門。全座名。 金遊ぶ。高校在学中は演劇部に在籍し、もっぱら人を笑わせ、落語家の素質を見せていたという。1958年に詰め昇進。1964年7月13日より、JRN 系列で月曜日から土曜日の13時から18時に放送していた昼、ワイドラジオ番組オーナーの落語天気図コーナーにレギュラー出演し、 お天気や金ちゃんとして人気を得る10月1日まで、声優、俳優の井上紀夫とは同じ高校の先輩、後輩という関係から進行があった。商店での荘園優1966年5月15日から放送された商店に第1回から参加。1969年4月6日、初代司会であった7代目、立川男子とレギュラーメンバーとの対立があり、 焦点を一時交番その期間、自身主演の時代劇や同時期に焦点を交番した5代目、三遊亭窓科学主演のドラマなどに出演していた。商園優が交番してから7ヶ月後の同年11月9日、男子の交番により、司会者が前田武彦へ交代したことで、大喜利でのライバルであった、桂歌丸と共に、大喜利メンバーへ復帰。 以来1980年10月5日に、休成するまで、大喜利メンバーとして参加し続けた。小園優の復帰と同時に、弟弟子である、三遊亭 MU が、ザフトン運びとして加わっているが、8ヶ月で降板した。商店では、歌丸との馬道合戦が名物となった。1972年8月27日放送で、特別企画として、 司会の南信介と五代目円楽の仲介による手打ち式が行われるもすぐに仲違いした。二人の馬頭合戦は焦点の高視聴率を打ち出す原動力の一つとなった。実際は歌丸との不仲は番組を盛り上げるための演出であり、番組を離れての二人は一切年上の歌丸から古典落語の稽古をつけてもらったりしており、歌丸によればあいつとは打ち合わせをしなくても、 アドリブでポンポン出てくるんですとアウンの中であったことを伺わせる発言をしている。歌丸曰く本業の落語より稼がせてもらったと語るほど歌丸と仕事をする機会も非常に多かったが、地方公演に行った際に駅のホームで歌丸と小演 U が一緒に立っているのを目撃した視聴者から仲が悪いはずなのにと言われたことで表立っては一緒にいるときは 離れて行動するようになったという。また、大喜利でのザフトン10枚獲得の商品として、1972年10月に、マドモアゼルのタイトルでレコードをリリースしている。商店では、ボクちゃんで始まるセリフの、キザなキャラクターを演じていた小園優であったが、実際は、古典落語を得意とする落語家であり、そのキャラクターとのギャップに苦しんでいたとされる。 荘園ゆがギャップを埋めようと、プライベートでの服装を和装から洋装へ変えたりするなど試みていたが、うまくいかず、次第に狩猟が増えていった。もともと酒は好きではなかったが、共演していた林家菊王の証言では、一緒に飲むと、狩猟を気にする奥さんの目を盗んで、まず相手のコップの酒を一気に飲み、自分はまだ飲んでいないと、奥さんを安心させてから、 自分のコップの酒を一気に飲むという飲み方をしていたと、される。晩年、急性諸炎優は亡くなる10年以上前から、糖尿病を患っており、長期入院も経験。さらに、1975年には、栃木県宇都宮市で、交通事故に遭い、足を負傷するなど災難が続いた。諸炎優が亡くなる、約1ヶ月前に亡くなった、初代、林家三平は、 荘園遊ぶさん、最近痩せちゃって、医者に見せているのかねえと、病床で荘園優の健康状態を心配していたという。また、桂歌丸によれば15周年ハワイ公演から帰国した際、成田空港から出てきた時に、花壇のところで力なく座り込んでしまうほど健康状態が悪く、この時が歌丸が目にした荘園優の生前最後の姿となったという。 小園優最後の焦点出演は1980年9月20日に収録し、小園優が亡くなった7日後の10月12日に放送された15周年記念ハワイ公演だった。出演し続けた焦点でも叫びたりになっていた聖火か路列が回らなくなっており、収録時には一日中酒の匂いが消えなかったこともあった。そのため、だんだんと受け答えが悪くなっており、 台本や編集、当時の司会者だった、南のフォローで何とかやり過ごすことも多くなっていた。サンパや、当時のプロデューサーからは、酒を取るか、商店を取るかと迫られており、スタッフや共演者の真意を理解した荘演優は、収録前夜に酒を控えるなど、資料が少なくなっていった矢先の出来事であった。一方で、 歌丸の記憶によれば、荘園優はこれに対して、酒を取ると返したため制作側も痺れを切らして、ついに番組から降板させることを決断。今日明日にも本人にその旨を通告しようかという、矢先に荘園優が倒れたと述0している。1980年10月4日、山形県村山市民公民館で行われた、山形放送主催の秋祭り爆笑大会では、開演前から、 気分が悪いと訴えて二度吐血していた。主任を務めた昼の部では、蛇含む草を演じる予定だったが、枕を語っている際に気分が悪くなり、約7分で講座を降りた。戻った楽屋のトイレで、再び吐血し、倒れ、16時50分、北村山公立病院へ緊急搬送される。病院へ搬送されてからも、午後5時半から始まる、夜の部が気になったらしく、 プロダクションの関係者には、夜の部もやりたいよ。着物を着せてくれ、点滴を受ければ大丈夫。着物を探してくれと漏らしていたが、間もなく、渾水状態に陥った。翌5日、家族も病院に駆けつけ枕元で回復を祈っていたが、19時44分、食道上脈流破裂により死去。43歳だった。なお死去した当日は、 山口桃江の引退コンサートが行われた日であり、人気落語家の死去でありながら、その報道は山口桃江の影に完全に隠れる形となってしまった。山形での公演には、林家菊蔵とバラクーダも出演しており、気球蔵は小園優の最後を見取っている。搬送時にはすでに生命が危険な状態であったため、家族を呼んだが、待っている間は駐車で眠らされるのを拒み、 看護師たちを相手に笑わせていたという。荘園優は意識不明に陥る直前に着物を貸してくれと話しており、それが最後の言葉となった。墓所は加永寺第二霊園。開名は金笑い園閣直道子寺。10月19日の商店で荘園優追悼大喜利が行われた。荘園優の定位置には、 ザブトンと生前着用していた水色の色紋付けが置かれ、小園湯以外のメンバー5人、林や久蔵、三遊亭楽太郎で大喜利を行っている。三派や歌丸も終始目を潤ませながら大喜利を進行していた。南が一人ごとのようにバカが一人で行き上がって私は寂しいですよと言ったという。そして冒頭の挨拶で歌丸が 小型機は、憎さも憎し懐かししと挨拶したという。荘園優の後任には、商店の若手大喜利出身の古今亭朝継が加入したが、朝継が着用した色紋付けは、桃色となった。これは、人気者の荘園優の後任という重圧を避ける意味合いがあった。これに伴って、それまで桃色を着用していた、林薬造が、 生前の荘園優が着用していた水色を着用することとなった。その後、水色の色紋付けは、降楽と入れ替わりで加入した、三遊低子ユーザーが、現在まで着用している。ABC 東京新聞1980年10月6日紙面より、ABCDE 白や書房白やムックナンバー65、小芸人、ボリューム2、祝35周年商店内研究より、 A.B. 週刊現代1980年10月26日号、P47 から49、A.B.C.D. ピアムック、焦点50年史1966から2016119ページ、A.B. 日本テレビ、焦点 P14 より、もっとも当時の芸能人は、元のキャラクターを見せず、表舞台で作られたイメージを崩さないことが絶対。 条件であり、そのギャップからストレスで体調を崩すものが少なからず、見られた。A.B. 週刊明場1980年10月26日号、P32、桃江フィーバーと同じ日の小園遊ぶさん世紀座が、キャラで笑わせた幻の大看板、毎日新聞。 https://mainichi.jp/articles/.20201005/.k00/.00m/.040/.147000c20 年10月6日閲覧。サンデー毎日1980年10月26日号。P155 ちなみにこの時降板した。降落は後に朝。 次改め最後と入れ替わりで復帰したが、その際の色本付けは、元の桃色となり、以後現在まで着用している。1970年1月から7月、大原玲子と共演。1972年4月から1975年9月、桂歌丸と共演。ありがとうございます。